ハット P-1B は、トカゲ座の方向に453光年の位置にある太陽に似た恒星 ADS-16402B の周りを回る太陽系外惑星である。ADS-16402B は ADS-16402 と呼ばれる連星系に属する暗い型の恒星である。現在発見されている惑星の中でもかなり密度が小さい方である。 ハット p 1 b は惑星のトランジットの観測により発見された。惑星が地球から見て恒星の全面を通過すると恒星から地球に届く光は減行する。ハット p 1 b は恒星 ADS16402B からの光の0.6%を定期的に遮っていたのが発見され、半径や光転周期が計算により求められた。 ハットネットというプロジェクトでアメリカ合衆国アリゾナ州にあるホイップル天文台の望遠鏡とハワイ州にあるサブミル波干渉計を用いて発見された。その後、ドップラー分光法で8.2メートルスバル望遠鏡と10メートルケック望遠鏡で軌道要素が決定され2006年9月14日に公表された。ハット P-1B は 恒星から非常に近い軌道をわずか4.47日で、交転しており、ホットジュピターに分類される。恒星からの距離はわずか827万 km で、他の天体からの接動がないとすると超積力で、軌道は円に近いと考えられる。軌道離心率は詳しくわかっていないが、0.067を超えないと計算されている。惑星の質量を求めるために、n シアムにより、 惑星の視線速度の変化が測定された。恒星のスペクトルのドップラー効果が観測され、その結果をトランジットの観測で測定された惑星の軌道傾斜角と組み合わせることで、質量は0.53プラスマイナス 0.04mj であることが分かった。HATP-1B のロシターマクローリン効果より、 恒星の赤道面と惑星の軌道面の傾きは3.7プラスマイナス2.1度と計算されている。ハット p 1 b は質量と半径から主に水素とヘリウムから構成される木星型惑星だと考えられている。現在の理論ではこのような惑星は恒星系の外側で形成され、現在の軌道まで移動してきたと考えられている。 ハット P-1B の半径は理論的な予想よりかなり大きい。これは惑星の内側に熱源があることを示唆している。大円軌道による超積熱が可能性の一つとして挙げられ、現在の観測結果からは否定できない。大きな半径を持つ HD209458B も円に近い軌道である。別の可能性としては、 ハット P-1B が太陽系の天皇星のように赤道傾斜角が大きい可能性がある。この説明の問題点は惑星がこの状態になることが難しいことであり、結局まだ合理的な説明は得られていない。エクソヨであるハット P-1BI が存在する可能性が示されている。ありがとうございます。